おはようございます。どうぞよろしくお願いします。洛西最高プロジェクト中間取りまとめでございます。洛西地域のさらなる活性化につきまして全地を挙げて総力でまた一気呵成に進めております。4月に洛西最高プロジェクト推進本部を立ち上げ徹底した議論を重ねてきました。本日は植樹近接のための都市計画の見直し、働く場の創出、子育て世帯向けの住居の供給、芸術大学跡地の活用、交通利便性の向上、公園の利活用など、最高の洛西地域を目指しまして、できることからどんどんと、かつあらゆる壁を大胆に丁寧に突破して実施しています。みんなで進める実行策の中間取りまとめでございます。みんなで進める実行策のポイントは大きく4点でございます。もっと便利に、もっと魅力的に、新たな住民や機能を呼び込む、すぐできることを一気呵成に、あらゆる壁を突破して大胆に、みんなで進める地域の方々、民間の方々、ご一緒に進みます。洛西地域の現況とポテンシャルについてであります。良好な住宅地や子育て環境、優れております。交通利便性が飛躍的に高まっております。国内有数の学術、文化施設が立地しております。一方で、若者、子育て世代の定住促進が大きな課題でございます。洛西地域の各風景、広々として四季折々の自然や歴史、文化があふれ、素晴らしい地域であります。街路樹と公園には240種類、14万本の街路樹でございます。生物多様性、ニュータウンでこれほど緑豊かな、また多様性に富んでいるところはないというように言われています。近年秋には紅葉を見に観光客がたくさんお越しになる、通りごとに個性のある街路樹がある、こういうような魅力もございます。洛西地域ではこれまでも住民の皆さんも共に将来像を描き取り組んできました。洛西地域の利便性や魅力をさらに高めるために取り組みを進めることが大事であります。このために4月に本部会議を立ち上げ検討を重ね、現時点での実行策を取りまとめました。実行策はここに記載の6つの柱で構成しております。予算や都市計画につきましては、市会や審議会の議決が必要でありますが、丁寧に説明し、議決をいただいた上で、速やかに実行してまいります。一つ目の柱は、便利でにぎわいのある暮らしであります。洛西ニュータウンタウンセンターの魅力アップとして、洛西ニュー専門店街を全面リニューアルします。本年12月にリニューアルをオープンします。また、令和6年10月には医療モールの進出も予定しております。大人も子どももワクワクするイベントなどを開催、すでに行っている洛西マルシュも含みまして、さらに盛り上げてまいります。次に、活気ある洛西ニュータウンサブセンターについてでございます。毎日の生活を支えるサブセンターをより活気あるものにしていく。新林ケア新林サブセンターに店舗が出店を予定しています。さらにサブセンターの在り方について議論を開始します。彩り豊かな暮らしのための建築ルールの見直しとしまして、住むだけでなく生活サービスや働く場所を充実した町を目指します。そのために店舗や事務所等も立地できるように、洛西ニュータウン内の住宅エリアや学校跡地などの用途の見直しを行います。
次に若者を呼び込む住まいづくりでございます。市営住宅をリノベして活用すると、空き住戸が多くございます。市営住宅を福祉の関係で所得制限を行ってますから、なかなか住みたくても住めないと、その所得制限を国の初めて許可を得まして、全国で初めて民間事業者にお貸ししまして、若者子育て世代向けにリノベーションして相場よりも安い賃料で貸し出していく、新たな空き家の利活用でございます。全国的にも注目を浴びております。洛西ニュータウン内の市営住宅の活用事業者がすでに決定しました。今年10月からスピード感を持って入居者の募集を開始してまいります。次に、洛西ニュータウン内の住宅を住宅供給業者が買い取り、若者子育て向けに改修して手頃な価格で販売します。8月から相談窓口を開設します。年度内に販売を開始し、まずは5戸を目指してまいります。その以降次々と拡充してまいります。また京都府また UR 都市機構と連携しまして、洛西地域で子育て世帯向けに住居を供給していただく、そんな取り組みを進めております。 UR 都市機構とは年内に連携協定を締結する予定でございます。既存住宅の流通をスムーズということで、ローンなので金融機関をしっかりと金融機関がしっかりと評価いただけるように家屋のカルテを作成してまいります。今年度、洛西ニュータウンで市内初のモデル事業を開始いたします。便利で活気あるタウンセンターを目指しまして、マンションが建築可能となるように都市計画を見直します。にぎわい施設を併設した分譲マンションの実地を目指します。洛西ニュータウンの低層住宅地で若者育て世代の手の届く住宅が建築できるよう、建築ルールの見直し等の方策を住民の方々と一緒に検討してまいります。一定の今現在50坪以上の、それを分割してはならないということなんですけど、若い世代になるとなかなか50坪の土地と家というのは難しいになってきますので、これらは丁寧に話し合いをして機運もできてきてますので、若い世帯が住みやすい住宅にしていく、同時に住環境も守っていくと。次に、地域の要望を受けまして、市街化調整区域で移住者の住宅が新築できるように3月に条例を改正いたしました。これまでに大原の地域で5地域を指定しております。新たな担い手を迎えし、活性化につなげてまいります。次に、交通のバージョンアップであります。さらに便利にバス交通をバージョンアップします。鉄道駅のアクセス向上などバスネットワークをより便利に再編します。4つのバス事業者、京阪京都交通、八坂バス、阪急バス、市バス、協議を重ねており、早期に方針を取りまとめます。合わせまして、洛西バスターミナルのバス待ち環境を向上させます。また10月から民営バス経路乗車証を洛西全域で利用できるように、これは画期的な改革を実施いたします。次に、バス交通の利用促進 PR キャンペーンを実施していきます。リーフレット、お得な乗車券、便利なバスの使い方、洛西地域の公共交通を広く PR します。4つのバス事業者が500の、バスを走らせている、この連携をすることによって利便性が大きく向上します。これらにつきましては、モビリティマネジメントとしてすでに福井市学区では住民主体で取り組んでいただいてますけれども、さらに支援して他の地域でも取り組んでいただきます。次、公園公有地の魅力アップでございます。緑豊かで非常にたくさんの公園がございます。
子どもに人気の公園遊具をどんどんと充実し、さらにトイレもお役で使いやすいようにきれいにリニューアルします。地域の子育て世帯から遊具は新しくなったけどもトイレももっときれいにしてほしいという声をいただきました。実行してまいります。また街路樹、先ほど言いました、240種類14万本でございます。これらについても魅力をどんどんアップし選定と力を入れていきたいと考えております。次、地域と一緒に考え公園の新しい使い方にチャレンジします。小畑中央公園でキッチンカーの出店が始まるなどなど、すでにできることは実施しておりますが、桂坂公園も含めまして継続して地域が望まれる公園の使い方、地域と一緒に大胆に検討し実行してまいります。パーク PFI などなど新たな手法を集中的にこの洛西でも実行してまいりたいと考えております。次に、京都市立芸術大学跡地の活用でございます。10月に数字地域に全面的に移転します。その跡地は7万平米という広大な敷地でございます。しかも学校創設の時にはなかったんですけど、現在は京都縦貫道第二外貫の靴掛けインターから非常に近いという抜群の立地でございます。洛西地域、西京区、京都全体の活性化のために新たな首都を呼び込む、またにぎわいの創出、雇用の創出の視点で跡地活用策を募集いたします。9月から公募を開始しまして、幅広い提案を募集してまいりたいと思っています。そして選定にあたりましては、市民公募委員、これも選びまして応募していただきまして、丁寧に進めてまいります。次に、他の検討事項としてもいたしまして、小中一貫校ができます。初めての市内産木材を作った木造の温かみのある素晴らしい小中一貫校になります。そして竹の里小学校と跡地ができます。これらの活用につきましては、十分に検討していきたい、働く場の創出などの地域の要望もございます。また中山岩見線の整備についても今後実施に向けた検討を促進してまいります。次に、学び仕事が広がる町であります。学びと交流のシンボルとなる小中一貫校、洛西黎明小中学校ですけれども、令和7年4月にいよいよ開校いたします。市内産木材を採用した素晴らしい校舎で、また教育の中身も非常に高まっております。地域主体の教育会によってさまざまな今機運を高める取り組みをしていただいております。しっかりと郷土愛を育んでいこうと、こういうことになっております。次に、洛西地域の資源を生かした特別な学びの提供でございます。阪急電鉄が、洛西工科科大学洛西生き物ラボを開催していただいております。また国際日本文化研究センターと連携した取り組みも検討中であります。輝かしい実績を誇る京都大学の桂キャンパスにつきましても、さらなる機能充実を目指しておられます。桂イノベーションパークもスタートアップの拠点として注目を浴びております。次に、多様な働き方のニーズに応えられるように、洛西地域の活性化を通じた働く場の充実について調査検討を進めます。洛西地域の学術的創造的なブランド力を一層高めていく、桂イノベーションパーク、京都大学とともに大学発スタートアップ等の創出成長支援を充実させてまいります。結びに、共同と魅力発信でございます。プロジェクトのサポーターを拡大していこうということで、地域発のさまざまな動きと連動しながら、洛西最高サポーター、これを募集拡大してまいります。関係者に当たり始めておりますけれども、すでに100人の企業や個人が、賛同してきていただいています。どんどんと拡大してまいります。
洛西地域の魅力、情報の発信として地域の方々と一緒に洛西地域の魅力等を発信していく、民間の住宅情報誌、ウェブサイト、あるいは鉄道事業者とのコラボ、あらゆるツールで発信してまいります。次に今後の進め方でございます。みんなで一緒に実行します。多くの取り組みが行政だけでなし、地域住民や事業者の皆様と一緒に取り組む必要があります。みんなと力を合わせて取り組んでまいります。はい、動きを止めずにどんどんと進みます。さらに議論を重ねまして、11月には実行策の最終版を発表いたします。それに先立ってできることは大胆に進めてまいります。どうぞご期待いただきたいと思います。さあ行こう、洛西の未来へ。よろしくお願いします。